こんにちは。ナビゲーターの福田紀子です。今日は経営のヒントプラス第549回目となります。はい、549でしょ。すごいですね先生。いやもうこれ途中ちょっとねコロナの関係で中断してたんですけど、まあ、長いことやってました ね、そして皆さんがねこうやって続々と質問をやっぱりくださってるのがね、いや本当になんか愛されてる配信なんだなというふうに思います。ありがとうございます。トータルで昔6000万回ぐらいダウンロードされたことあって、だから今ちょっとまた番組、新しく昔の番組をアップデートしてるんですけども、またぜひね聞いていただければありがたいと思いますし、こうやってまた新しく番組スタートしたんで、なおかつ福田紀子さんというですね強力なですね元のねプロのアナウンサーのね、ナビゲーターをですねもう本当にお知り合いになれて本当に幸せでございますと。はい。いつも褒めていただいて先生ありがとうございます。とんでもないです。はい、じゃあ今日の質問をいただきましたのでご紹介します。私は現在サーフショップを営んでおります。他にサーフボードの輸入をし、全国のサーフショップへ卸売りもしております。自分とアルバイト2名です、今後 B2B は力を入れないつもりでいます。 B2C のサーフショップですが、コロナの影響もあってサーフィン人気が上がってきて、現在売上は前年よりもプラスで推移しています。そこでコロナ情勢的にも EC サイトを始めることにしました。現在制作中です。サーフィン関係のオンラインショップの売上はコロナ後売上が上がっているようですっていう情報も入っていて、そして本格的に運営し、数千万から1億の売り上げが出る EC サイトを目指しています、そのため雇用を考えています、現在繁忙期のみのアルバイトスタッフ2名と自分だけでやってますが、本格的に正社員として店長を雇い、自分は、2から3年くらい、EC に集中したいです、で弊社の現在の状況は石原先生のおっしゃっていた拡大しない雇用しないに反しているでしょうか。サーフィン用品の実店舗の小売りと EC との組み合わせで生き残り、その後コロナがなくなった時に事業拡大を見ています、ということです、これあれなんですよ。コロナになった時に僕神経戦略塾っていうですね新しいネットのコミュニティを作ってて、とにかくコロナが来たら何が起きるか分かんないから、まずはこのビジネスの例えば維持コストを下げろとか、生活コストを下げてねっていう話をしているので、でもそのつながりで固定費を下げるっていうやつにちょっと人を雇ったり挑戦するっていうのが合ってますかっていう話なんですよね。だけどこれ面白いね。やっぱり何かが起きた時にマーケットに変化が起きるんだね。そうですね、だから知らなかったでしょ。コロナでサーフボード売れてるとかって発想ないもんね。キャンプ用品が売れているので、そのアウトドア系のものが結構流行りだしてるのかなっていうのはありましたけど、密じゃないもんね。そうですね。一人でやりますよね。一人で風がいっぱいありますからね。ですよね。で多分この方はそういうなんていうんですか、海辺みたいなところで、サーフィンのメッカみたいなところでショップやってるんだろうね。サーフィンのマーケットってどれくらいなんだろうね。サーフィン人口ね、どれくらいいらっしゃいますかね。結構少なくはないよね。そうですよね、ただなんとなく100人いたら1人いるかいっていう感じだよね。おそらくなんていうんですかね、今回のでやってみようっていう人もいたかもしれないですよね。なんかそれこそコロナに密じゃないとか、それからなんていうの、もうずっとやめてたけど、そうかサーフィンだったら OK なんだみたいな感じで、でそれにサーフィン行くけどお前も来ないって言って新しいマーケットも来てるかもっていうことだよね。そうですね。そういう意味ではですね、 EC サイト作るのは非常に条件が揃ってていいよねっていうことですよね。そうですね。これサイト作るんだったら自社サイトとポータルと、これどっちがいいの？どっちがいいかですよね、なんか私は最初自社だけで集客するのって難しいから、そういう意味ではポータルサイトのすでに集まっているお客さんに知ってもらうがいいかなって思うんですね、だけどそれってやっぱり売り上げの何パーって払わなきゃいけないから最終的には自社サイトで買ってほしいですよね。そうですよね。これだから、まあ、こういう時って皆さん当然わかると思いますけど、うん、サーフィンのショップをわーっと軒並み見て一番勝ってるとこはどこなのかっていうことですよね。それからポータルサイトの中で勝ってるのはどこなのか、うん、あるいは自社サイトで勝ってるのはどこなのかっていうことでね、うん、で、おそらくねこの会社の強みこの方の強みは輸入してるっていうことなんですよ。で全国に卸してるってことでしょ、うん、でその分をBTB もやんないでウェブに持ってこうっていう形なんで、うん、サーフィンショップやってる人と思えないようなちょっとだけビジネスセンスが終わりだなっていうふうに思いますね、はいうん、で、彼が気にしてるのはさっき僕が言ったみたいに、うん、コロナの時代っていうのはコスト下げた方がいいよと、うん、でそれに対して雇用をどうするかっていう話になると思うんですけど、うん、EC サイトが売れ始めれば卸をしてるってことは卸の分だけ利益が減ってますよね、はい、そこをなるべく自社サイトもしくはウェブにしてコストカットして売れるって考えればその分の人件費っていうのは出るんじゃないかと思うのね、はい、だから採用するタイミングをどこで見るかっていうのが少しでも見通しがついたら採用するみたいな形がいいかなっていうふうに思いますね。それから雇用も正社員っていうのがちょっとね気になることが気になります。あ、やっぱり正社員は気になりますか、先生。うん、だから、固定費プラス、うんまあ、歩合みたいな形で、うん、今はこういうふうな形なんで、サイトとかもやってるから、うん、考えてねみたいな形で、うん、それでも OK な方多分ねサーフィンやってる人って好きだから、うんうんいると思う。私もそれはねスポーツ選手がみんなショップで働くんですよね、うん、それを思ったらまあ、もちろんサーフィンできる人じゃないとお客様にアドバイスできないので、うん、サーフィンをする前提で雇ったらいいですよねめっちゃあいや、まあ、もちろんそうですよね、はい、サーフィンはできるよっつって波のいい時間はもうサーフィン行ってきてっつってなるほどなもうちょっと自由度をつけると、まあ、月曜日この人火曜日この人とかさ水曜日この人みたいなさ趣味って考えるとそういう振り方まで、はいまあ、できたりするっていうこともあったりするから先生それだとなんかほらお給料少なすぎると食べていけないとかなっちゃうと困るじゃないですか。いやだからそうなっちゃうとあれですよ周りに住んでる、はい、もう余暇を持ってる人たちで俺昔からサーフィン屋さんの店長をやってみたかったみたいなさすいませんちょっと半分遊びで言ってます、はい、ブランドみたいな感じですよね、はい、なんで、まあ、それはその何ていうんですかね、うん、選べる相手の範疇っていうことを考えながらっていうことですけどね、うん、まあそれくらい遊びを持ちながらそれからコストカットってことを考えながらあと本人が安心できる人でないといけないから、はいそうですねうん、だからもしサイト作るにしても、うん、どっか離れたところでやらない方がいいよね上下でやるみたいな感じにして、うん、下を見ながら、うん、どんなのって言いながら今こういう作ってるああいう作ってるって言いながら巻き込みながらっていうのがいいと思いますよね、うんうん、あとはその商品ラインナップっていうことになりますけどね、はいはい、で彼が強いのはここの会社が強いのはやっぱり輸入っていうことが強いので、うん、この輸入もできれば一つだけじゃなくて2社とか3社とかですねなんかそういうふうにこう強められるとすごくいいんだよね、うんうん、これどこの輸入なんだろうね。ね、いろいろメーカーさんもあるでしょうしね多分その、サーフィンすごいのはオーストラリアとかさそういうとかすごく強いんですけど、はい、そういう強いメーカー持ってれば非常に面白いっていう感じもしますね、うんうんまあ、ちょっとだけ経営のヒントをするとね、はい、僕だったらサーフィン好きな人は家の中にサーフィンが持ち込まれることが好きでしょ、はいね、なのでそんな外とかに置かないですよね。そうそうだから乗るボード波に乗るボードっていうのと、うん、この乗らないボードっていうのを考えた時に、はい、すごいヴィンテージのものとか、はい、そういうもので、うん、部屋の中に飾るっていう発想のなんかボードを、うん、なんかのシリーズみたいなものを作ると、うん、全く違うそのブランドのショップになるっていう可能性がありますね。インテリアとしてそう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 、うんうん、それと逆に言うとそういう風なやつだとまあ、ちょっと言い方乱暴だけど壊れてるとか破損してるものまでもこう商品になるっていうんですか。あ、なるほど。まあ、もちろんそれはそのメンテナンスの仕方によってかっこよさを出す、それから、まあ、ちょっとその周りの大工さんとかに協力してもらいながらガラスのケースの中に入れて、うん、そいつをテーブルのなんか上にするとかっていうようなとこまでやっちゃうと、うん、お金を取れないものまでもが商品になるみたいなことになるでしょ。そうですね、うん、そうするとかなりこう目立つものができるようになるから、うん、わざわざそれをこう買いに来るっていうような人まで起きるかもしれないね。うん、まあ、ヴィンテージのコレクターって絶対ね、そうそうそう、いろんな分野でありますからね、うん、そうすると今度逆になって自分がこれまでに使ってたボードなんだけど最近使わないんだよと、うん、でもそういう形にして部屋で飾りたいからっていうので、うんうん、逆にお客さんの持ってるボードを集めて加工してなんか飾るようにして持ってくみたいな、販売するみたいなことになってくると、なんかそれやるだけで多分 EC と店舗が取材されるとかね、うん、テレビ出るとかさ、なんかそういう広がり方も起きるかもしれないね、うん、そうですね、うん、でそういうブランドを1個作っちゃうと、うん、2個目3個目ってすっごい作りにくいんですよ。うーん、一番最初にやってメジャーになってしまったっていうことが作ってしまえば、うん、競争相手をすごく排除することができるから、うん、そうするとボードもすごくたくさん売れる、うん、やっぱりあそこがいいよね、うんうん、ね、うん、だって最後もうなんか壊れちゃった後も、うん、自分の歴史として持っていけるみたいなことが起きるから楽しいかなっていう気がしますね、うん、はい、ちょっと夢が膨らみますけど、はい、コロナによってボードが売れているということからですね、こんな発想までちょっとしてしまいました。はい、はい、いかがでしたでしょうか。今日は経営のヒントプラス第549回目お届けしました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございます。